おはようございます。ももこさん、たいさん、いつもトップバッターですね、おはようございます。おはようございます。私間違えちゃった、そうですね、すいません、すいません、ちょっとですね、見直ししなきゃいけません。はい、ごめんなさい。今日は雨、まあちょっと小雨ですけど、小雨ですけど、このいつも雨のところに来てます。ここですとですね、屋根があって雨でも放送ができる場所なんです。ゆうさん、くろさん、まゆちゃん、りえさん、おはようございます。ルーさん、おはようございます。はい、おはようございます。今日はですね、少し涼しくていいです。まあ明日からですね、明日からちょっとまた曇りで、雨は今日だけじゃないかと期待しますが、ルーさん、奇跡が起きてほしいので朝5時ぐらいにお祈りします。素晴らしい、素晴らしいです。おいしさん、おはようございます。昨日はペンテコステでした、ペンテコステでした。私たちは、ペンテコステの意味を学びました。そして、これから、日本に聖霊が注がれると信じます。ルカさん、こんにちは。皆さん、その神様は信仰に働いて働きます。神様は信仰のあるところに働きます。信仰のないところに何も働かないんです。イエス様の記事を見ると、信仰がない町、ナザレといって、イエス様が、まあ、育った町でイエス様は行きました。でもそこはイエス様のことを知っている人たちがたくさんいて、ああこの人は大工の息子、ヨセフの子ではないかということで、イエス様を信じることができませんでした。ですからそのナザレでは奇跡があまり起きなかったんですね。イエス様を信じることが難しかった。それで奇跡が起きませんでした。でも他の町ではたくさんの人がイエス様を信じて癒しが起きて奇跡が起きたんですね。はい、綺麗な森ですよ。ですから皆さん、私たちは、あなたの信仰があなたを癒した、あなたの信仰の通りになれ、イエス様おっしゃいました。イエス・キリストを信じる信仰は、神様が願いを叶えてくださいます。イエス様おっしゃいました。あなたが疑わないで、信じるなら山が海に入る、山が海に入ると言われました。それは神様に不可能がないということを表しています。まあ、私たちはですね、山を海に入れる必要はないですが、イエス様が言いたかったのは、どんなことでも、神様はできるよということだと思います。そして本当に、歴史を見ると山が動いてきました。山が動いてきました。クリスチャンの祈りで、歴史ができてきたんですね。アリュービさん、おはようございます。クリスチャンの祈りで世界が変わるのです。クリスチャンの祈りで日本が変わるのです。クリスチャンの祈りで皆さんの人生はブレイクスルーするのです。信仰によって皆さんの生活が変わるんです。私はですね、私の証がありますが、
大使さん、ありがとうございます。マルコの 11-23、 誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。皆さん、それ信じますか？信じますか？私は信じます。私は、山に向かって動いて海に入れと言えば、山は海に入ると信じます。神様に不可能はないと信じます。そして私の人生の中でもいろいろ、奇跡が起きました。文科さん、信じます。信仰に燃え続けたいです。私は実はですね、クリスチャンになったばかりで結婚しました。もうクリスチャンになった時は婚約中だったんですね。で、婚約者はクリスチャンじゃなかったんですが、きっと結婚したらクリスチャンになると思ったんですが、実際結婚したらクリスチャンにならなかったんですね。教会にも行きましたけど、結局のところ教会にも行かなくなったんです。そしてやはりクリスチャンとノンクリスチャンは考え方が違いますから、なかなかうまくいかないんですね。子供が生まれて、ノンクリスチャンの妻は、お宮参りといってですね、神社に行きたいわけです。日本人はそういうのあるじゃないですか、子供を神社に連れて行く。でも私はクリスチャンだから当然神社に行かしたくない、そこで喧嘩するわけですよね。そういうふうにクリスチャンとノンクリスチャンはいろんなことでぶつかります。いろんなことでぶつかります。それで、私は妻が救われるように祈りました。祈りました。そしてですね、6年目です。結婚6年かかっちゃったんですけど、結婚6年目でですね、妻は夢を見ました。その夢はですね、子供が誘拐されるという夢なんですね。子供が誘拐されてどっか連れて行かれちゃうわけです。その時妻はですね、子供が誘拐されて、殺されるかもしれないということで、夢の中で神様助けてと言ったんだそうですね。神様助けて、子供を助けてっていうふうに、叫んだそうです。夢ですよ、夢の中で叫んだんです。そしたらですね、次の日救われたんですね。私の妻は奇跡的に、救われました。それを見てですね、私はですね、わあ奇跡だと思ってですね、大喜びしましたね。祈りが叶えられた、祈りが叶えられて、そして、もう頑固だった妻がですね、頑固だった妻が、子供の誘拐という、母親の一番弱いところでしょうかね、自分の弱いところを神様にこう、夢を見させられて、そして叫ばざるを得ない、神を信じ、神に助けてと言わざるを得ない状況だったんですね。でも、それから、妻は信仰を持つようになって、祈りが叶えられた奇跡です。それから、私はお酒が大好きで、信仰を持つ前は毎晩お酒飲んで、お酒が人生でしたけど、クリスチャンになってから1年目か2年目ぐらいにお酒とタバコがきっぱりやめれたんですね。やめたというか、飲みたくなくなった、吸いたくなくなった、そのお酒を必要としなくなった。これも私にとっては奇跡です。タバコはやめたくて何十回と禁煙したけれど、私は意志が弱いのでタバコはやめれなくて、誰かが吸ってると、私も吸いたいと思ってですね、すぐに、誘惑に負けて禁煙が失敗しました。しかし信仰を持ってからはですね、吸いたくなくなったんです。タバコを吸いたくない、もう嫌いになって、もう見たくもない、ね、はい、愛さん、おはようございます。愛さん、ハレリア。
そしてタバコとお酒をきっぱりやめれました。これも奇跡です。なかなかタバコお酒やめれない人もいますが、神様が奇跡を起こしてくれました。あと私はですね、腰痛と頚痛、歯医者の持病です。歯医者ってこうやって仕事しますから、ここは痛みが起きるんですね。で、腰痛もあったんです。で、腰痛、それから頚痛なんていうか首の痛み、それから、低血圧、全部治っちゃいましたね。低血圧も治りましたし、それから腰痛、首の痛みも治りましたし、そういう癒しの奇跡も起きました。癒しの奇跡が起きました。すごく健康になりました。低血圧が治るとですね、すごくこう、なんて言うんでしょうかね、めまい、立ちくらみとかめまいがなくなりました。リュウビさん、毎日人の口の中を見る人生なんて嫌だ。そうですけどね。それから、皆さん信じないかもしれませんが、死んだ人に祈ったら生き返った、死んだ人を祈ったら生き返ったという奇跡もあります。それが一番大きい奇跡かな。そういう奇跡も起きました。本当にもう 今考えるだけでも、もうドキドキするような奇跡で、本当に、私もいくつかの奇跡がありますが、世界中のクリスチャンの証を見ると、もう本当にすごい奇跡がたくさんあります。すごい奇跡がたくさんあります。シャンさん、おはようございます。タイさん、あなた方が信じて祈り求めるなら何でも与えられます。素晴らしいですね。あなたが信じて祈り求めるなら何でも与えられます。素晴らしい。68歳です。日本でもですね、日本は意外と奇跡が起きにくいと言われていますね。日本はなかなか奇跡が起きにくい、偶像崇拝の国ですので、偶像が多い国は、さっきも言ったように信仰のないところは奇跡が起きにくい。だからナザレと同じように、日本は奇跡が起きにくいんです。それでも奇跡が起きている人たちもいます。ブログを書いている渡辺飛鳥さんという人がいます。飛鳥はね、明日の香りかな。渡辺飛鳥さんで、ググってみてください。彼女のブログがあります。そのブログを読むとですね、もう本当に彼女はすごい奇跡の、生活をしています。彼女が祈るとですね、もう雨が天気になりますね。で、彼女が祈るとですね、病気が癒されます。そのブログを見ると、驚くべき奇跡が、彼女は非常に、神様と非常に親しいわけですね。天のお父様のことをダディと言います。ダディっていうのは、英語でお父さんって言うんですけど、神様と非常に親しい関係なので、彼女が祈ると、どんどん奇跡が起きます。どうぞ皆さん、彼女のブログを読んでください。足立さん、韓国はクリスチャンが多いので奇跡がたくさん起きると聞きました。日本もそうなってほしいです。そうですね、皆さん、リバイバルが起きると、奇跡が起きるんです。リバイバルが起きると奇跡がたくさん起きます。昔ですね、昔といっても30年ぐらい昔なのかな、30年40年昔にインドネシアでリバイバルが起きました。そのインドネシアのリバイバルを見るとですね、本当に奇跡が起きました。例えばですね、どんな奇跡があったかな、本当にこう水がワインになる奇跡とか、それから自分のとこだけ雨が降らないという奇跡とか、そうですね、川をね川を
川をこう水の上を歩いて渡ったかな。まあそんな驚くような奇跡も、ありました。リバイバルが起きると本当にいろんな奇跡が起きます。それから外国ではですね、ハイジベーカー、ハイジベーカーっていう、皆さんに本をね、皆さん紹介したことありますよね、ハイジベーカーという女性がいます。その方もですね、奇跡はたくさん起きます。その方はアフリカの、アフリカのモザンビークだったかな、モザンビークという国で、孤児を集めて世話をしている方なんですけど、その方はですね、もう死人を100人ぐらいかな、死人が100人ぐらい蘇ったという奇跡もあるし、で目が見えない人、目が見えない人が何人も目が開いてますし、その、ね、まあ、孤児ですから、まあ、その食べ物を与えなきゃいけません。そしてその食べ物がですね、祈ると誰かが食べ物を持ってくるという、そういう奇跡が、しょっちゅう起きるんです。その人の本は何でしたかね、愛、ごめんなさい、誰か覚えてるかな、まあアマゾンでですね、ハイジベーカー、カタカナで大丈夫かな、ハイジベーカーというふうにググってください。そうすると愛になんとかっていう本が出てきますから、ぜひその本は、この間紹介しましたけど、もうその本を見ると奇跡だらけの本ですね、奇跡、だらけの本です。シャンさん、私も絶えずお祈りしてますが、雨を降らせたり止ませたりできます。すごい。シャンさんもですね、皆さん、シャンさんも雨を降らせたり止まらせたりできるんです。すごい、すごいですね。祈りで、雨を止めさせる。すごい。ルカさん、俺に関係ないけど、ほとんど日本人がキリスト教のことに興味がないと思う。今はないでしょう、ね、ルカさん、今はね、多くの人は、キリスト教に関心ないと思います。でも神様はですね、もう一日で日本人に、キリスト教に関心を持たせることもできるんです。神様は何でもできますから、ですから私はそれを期待しています。一日でたくさんの人が救われる、まあ、一日でなくてもいいですよ、3日でも1週間でもいいんですけど、というか短い期間で、ね、日本を救うことが神様にはできると信じます。モーカさん、私もたくさんの奇跡を体験してます。自分の信仰が自分を救ったと感じてます。アメン。モーカさんも奇跡が起きました。自分の信仰で自分を救った、素晴らしい、素晴らしい。ヤギさん、吉尾牧師も奇跡を起こしたことがあるんでしたね。そうですね、奇跡が起きたことがあります。最近、まあ、ちょっと皆さんに明かししたかもしれませんね。ある、まあ、自殺しようとした人が夜電話ありました。これから、死にますという、そういう電話でガチャンとね、切れました。で、私は一生懸命祈りました、ね、その人が死なないように祈ったら、なんとその人は、以前信仰を持ってた方なんですけど、もう一度ですね、悔い改めて信仰を持ち直したという奇跡が最近ありました。まあ本当にですね、もう死にますって言ってね、そういう電話があるとやはり、動揺しますよね。動揺します。もう死にます、ね、今死にますっていう電話があったら、まあ、時々そういうことがあるんですけど、動揺します。でも動揺しないで祈りましょう、ね、神様に祈ると奇跡が起きます。神様に祈ると奇跡が起きて、その神様がその自殺を止めてくれるんですね。
そういう奇跡がありました。シャンさん、私自身、尿管結石で手術と医者から言われてましたが、手術当日の朝に奇跡的に尿管結石の石が体から自然に排出され、手術がなくなりました。シャンさん、よかったですね。皆さん、シャンさんは手術の当日にですね、奇跡的に、結石が出た。素晴らしい。よかったですね。それは偶然ではないと思います。偶然ではなく、その祈りが聞かれたと思います。そういう、奇跡、そういう奇跡がですね、たくさん起きます。たくさん起きます。で、皆さんね、多くの人はですね、奇跡とは何かっていうことを知らないと思いますね。多くの人は一体奇跡とは何か、奇跡とは何か、多くの人は、奇跡は偶然だと思ってると思いますね。リュウビさん書いてあるね、奇跡は偶然だと、思います。しかし私たちは神様がこの世界を作り、神様がこの世界をコントロールしているわけです。ということはですね、偶然は何一つないと。偶然は何もないと私たちは考えます。ぜひ皆さん、もう偶然という言葉を捨ててください。偶然という言葉を捨てましょう。偶然はないんです。偶然ではなく、全部神様の御手の中にある。神様の御手の中にある。そういうふうに考えましょう。そして偶然がないということの中で、奇跡はどう考えるか。それはまさに神様の働きだということですね。奇跡というのは神様の働きなんだ。偶然なんてないんだ。ですから、私たちはそう考えると、私たちが生きていることも神様の働きです。私が今この世に伝道していることも奇跡と考えます。今生かされていることが奇跡、今見えることが奇跡、今喋れることが奇跡。皆さん、神様の技が奇跡なんです。神様の技が奇跡なんです。ですから皆さん、そういうふうに考えましょう。ハンナさん、おはようございます。皆さんがイエス様を信じたことも奇跡なんです。皆さんが、イエス様に祈っていることは奇跡なんです。皆さんが神の言葉を聞いていることは奇跡なんです。偶然ではないんです。偶然は何もないのです。皆さんが喜んでいることは奇跡なんです。神が働いているんです。神様の働きで私たちは信じることが許され、神様の働きで喜ぶことが許され、神様の働きで私たちは今生きているのです。足立さん、キューちゃんの放送に出会うことができたのも奇跡です。アメン、アメン。ジュデロンさん、日本に災害が多いのは偶像崇拝の結果ですね。偶像崇拝の結果、災害が多いのです。もちろん災害は奇跡ではありません。災害は、悪魔の、なんて言うんでしょうかね、悪魔の攻撃と言ったらいいでしょうか。災害は悪魔の攻撃、病気も悪魔の仕業と考えましょう。悪霊が働くところ、悪魔が働くところ、それが呪いであり災いです。ですからこの世にはそのように神様の奇跡と、神様の奇跡と悪魔の、そのなんて言うんでしょう、呪いとがこの現実なんですね。ですから神様の奇跡が働くときに、そこに神の勝利があるんです。悪いことが起きるということは、ね、それは悪魔が働いていると考えましょう。サブレさん、偶像崇拝から救われますように。アメン、アメン。詩編
118編15、喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。皆さん、肉で生きるということは、皆さん肉で生きるということは悪魔が働くということなんです。皆さんこれをよく理解してください。多くの人は人間の力、肉の力で生きてます。それは悪魔が働くんです。だから、肉を捨てなさい、欲を捨てなさいというのはそういうことです。欲で生きると悪魔が働くんです。目に見えません。多くの人はなんでこんなことが起きるんだ、こんな、なんでこんなひどいことが起きるんだ、それは悪魔が働いていることがわからないからです。それは肉で生きると、不信仰で生きると悪魔が働くんです。シャンさん、集中豪雨で雨風雷を公言した、時間通りに止めたこともあります。わお、すごいですね。皆さん、信仰は神様が働くことです。欲は悪魔が働くことです。そのことを理解してください。皆さんがそれを知ったら、ああだったらもう欲で生きれない、人間の力で生きれない、人間の力で生きるなら、悪魔が働くならもうそんな生き方はしたくない。皆さんそれを分かると思います。モーカさん、奇跡が起きるために信仰が深まります。イエス様を信じ、イエス様がそばにいてくださる、見守ってくださっていることを感じ、毎日祈り喜び満ちています。絶えず祈り続けることがいかに大切かを実感します。アメン。モーカさんは奇跡のたびに信仰が深まり、そして、毎日祈ること、喜び、絶えず祈り続けることがとても大事だということを悟りました。本当にその通りです。私さん、私も名誉もお金もいりません。名誉もお金も名声もいりません。その通りです。私たちに必要なのはイエス様です。私たちに必要なのはこの世のものではありません。私たちに必要なのは本当の命、本当の愛、本当の力、それが必要なんです。皆さんそこを見分けてください。本当に必要なものは 何なのか、本当に私たちを幸せにするものは何なのか、それを理解してください。さとみんさん、明日のことを思い煩うな、明日は明日が思い煩うであろう、一日の労苦はその日一日で十分である。アーメン。その通りです。何も心配しなくていいのです。何も心配しなくてよくて、神の国とその義を求めましょう。神の国とその義を求める、皆さん祈ることは神の国を求めることです。信じることは神の国を求めることです。なぜかというと奇跡が起きるからです。素晴らしいことが起きるからです。皆さんの信仰と祈りで素晴らしいことが起きます。信仰と祈りで素晴らしいことが起きます。ちょっと緑をね、皆さんお見せしましょうね。緑、じゃあファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ、免許の更新、今年の11月免許の更新、私たちは霊的なことを学んでいます。霊的なことを学んでいます。信じるということは、信じるというのは、まあ、天国にこうアクセスするというか、信じるということは神様にアクセスするわけです。ですから、信じなければ、イエス様を信じなければ何も起きないのです。
イエス様を信じないということは悪魔が働くんです。そしてイエス様を信じると、イエス様を信じると神の国が来て、神の国が来て、神様が働いて素晴らしいことが起きるんです。ですから信仰はとても大事なんです。疑ってはいけません。イエス様もおっしゃいました、少しの疑いもなく、少しの疑いもなく信じるならばとおっしゃいました。あ、電波が悪い、ごめんなさい、ここはね、電波がいい場所なんですが、電波が悪いですが申し訳ありません。なかなかですね、いい電波がなくて申し訳ないです。それではですね、皆さん、私たちはそのように信仰と祈りで神様の働きが増し加わる言い方をする必要があります。私たちは、神様を喜ばすことを求め、神の愛で生きるならば、それは、奇跡が起きるのです。人間の愛は悪魔が働くでしょう。しかし神の愛は神様が働きます。皆さんが、信じることによって、祈ることによって、神の愛によって、神の国を体験し、神の力を体験してほしいと思います。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、アメン。この新しい言葉というのが威厳のことだと言われていますね。イエス様を信じると聖霊を受けて威厳が出てくるということですね。神の国とその義を大事に求めなさい。まず神の国とその義を大事に求める。皆さんがですね、良い実をたくさん、実らしてほしい。小百合ちゃん、おはようございます。30倍、60倍、100倍、皆さんが信仰の実をならしてほしいのです。私たちは信仰によって良い行いをする。アヤポンさん、おはようございます。信仰によって神様の技を表す。それが人生です。人生っていうのは悪い実を結ぶことではありません。信仰によって良い実を結ぶこと、それが人生です。そしてそれは素晴らしいことなんです。それは楽しいことなんです。皆さんがそれを今熱心に、求めていることは素晴らしいことです。兄弟姉妹の皆さん、イエス様を信じる皆さん、喜んでください。皆さんは神様に喜ばれていて、ますます神様に愛されて、ますます、用いてくださいます。ですから皆さん、確信を持って、感謝と喜びを持って、信仰で歩もうではないでしょうか。リバイバルが起きると、もっともっと、奇跡が起きます。リバイバルが起きると、もっともっと皆さんはパワフルになります。リバイバルが起きると、皆さんはもっともっと良い働きができます。ですから今私たちは訓練しているんです、訓練しているんですね。バシさん、だんだん分かってきますので、ね、
朝晩7時からやってますので、ぜひ、だんだん分かってきます。ネサにはイエス様がどうしても必要です。皆さんはどうしても悪魔から救われなければなりません。皆さんは滅んではいけないのです。神様は、私は命と死を置く、命を選びなさいと言われました。神様は命と死を置いているのです。イエス・キリストを信じるということは命を選ぶということです。イエス・キリストを信じるということは命を選びます。イエス・キリストを信じないということは死を選ぶということですね。皆さん、死を選んではいけません。死を選ばないで命を選びましょう。ところが、良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。アメン。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、今までは、肉を巻いて災いを刈り取ってたけど、これからは信仰を信じて、イエス様を信じて奇跡を刈り取りたい、災いを刈り取らないで奇跡を刈り取りたい、祝福を刈り取りたい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン。奇跡を刈り取りたい、喜びを刈り取りたい、祝福を刈り取りたい方、アメン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 。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たち主キリストイエスにある永遠の命です。天のお父様、私たちは、肉に歩んで滅びを刈り取ってました。死を選び取ってました。しかし、今私たちは悔い改めて命を選び取ります。イエス様を選びます。イエス様を選びます。命を選びます。あなたを信じます。イエス様、あなたを信じます。あなたを信じます。疑わずに、子供のように、子供のようにあなたを信じます。イエス様、どうぞ。アーメンと言った方々が、あらゆる疑いが切れて、あらゆる疑いが消えて、あらゆる疑いから解放されて、真心から信じることができますように、真心から信じることができますように、イエス様を信じて奇跡が起きますように、イエスキリストを信じて奇跡が起きますように、どうぞ、信仰を与えてください。信仰を与えてください。信仰を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、信仰とは何でしょうか。私たち誰でも信じてもらいたいじゃないですか。悪い人もですね、皆さん信じてもらいたいと思ってると思いますよ。悪い人も自分を信じてほしい、そう思うでしょう。だとすれば、なおさら神様は信じてほしいのではないでしょうか。神様を信じるならば、神様は喜ぶのです。神様を信じなければ、神様は喜びません。私たちも、信じてもらいたい、誰にでも信じてもらいたいですよね。ですから、私たちが受け入れられて信じられるためには、まずイエス様を信じる必要なんです。まずイエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって私たちは、受け入れられていくのです。イエス様を受け入れると人々にも受け入れられます。はい、しーちゃん、おはようございます。それでは皆さん、今晩7時ですね、今晩7時、また明日の朝7時に、またお会いしましょう。今日も奇跡が起きると期待しましょう。
イエス様を信じて奇跡が起きる、皆さんの願い事が叶えられると信じましょう、ね。信じ続けなきゃダメですよ。ちょっと信じただけで、起きる起きないかもしれません。大事なのは、純粋な気持ちで子供のように信じることですね。そして忍耐強く待つことです。忍耐強く待つことです。それでは皆さん、また夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン。ありがとうございました。シャローン、シャローン。